反応がないことがそろそろ辛くてね。私はね、私の技術で本物を騙したかったのだよ。人は誰しも心に夢見る中学生が住んでいるものさ。私は心の中のイマジナリー中学生たちを見て思ったわけだ。ああ、この子たちはどこまでも自由だ、ピュアだ。私は責任ある大人としてその夢を叶えてやろうと。なるほど、取り押さえろ。最後に言ってたセリフのどこまで真実でどこまで戯言かわからない。